皆さんこんにちは。こんばんは。ガンダム無双シリーズに、一騎当選のバッサリ感を混ぜたタクティカルアクションゲーム、ガンダム無双2をやっていくよ。ガンダム無双とは、赤枠で囲われた敵陣地をバッサバッサと敵モビルスーツをなぎ倒しながら占領していくゲームだぜ。今回はオフィシャルモード、逆襲のシャアームロ編、ルナ2陥落、アクシズ加速をやっていくぞ。それでは、あまたのモビルスーツや人気キャラクターの紹介を交えながら、ガンダム無双2の世界を楽しんでいきましょう。再び現れたシャアは、ネオジオンを率い、地球に住む人類を粛清する地球寒冷化作戦を目論む。それに同調した地球連邦高官の娘、クエス・パラヤは、共に行動していたアムロやブライトの息子、ハサウェイの元を去り、ネオジオンに走った。一方、シャアの最終目的が、アクシズの地球降下であることを見抜いたアムロらロンドベル隊は、それを阻止すべく、アクシズ中域へと向かう。その中には、クエスを慕うハサウェイが紛れ込んでいた。クエスに会いたいのか、ハサウェイ。クエスを取り戻すんです。クエスの感じすぎる才能がシャアに利用されているんだ。無理だよ。人の死に乗った世直ししかできないのがシャアだ。そんな男に利用されるクエスも、死んだ者の力に惹かれて悲惨な結末に。クエスは死にません。その前に取り戻します。そのためにモビルスーツの操縦だって習ったんです。そんなことじゃハサウェイだって死人に引っ張られるぞ。アムロ、ニューガンダム、行きます。はい、やっと始まりました。29歳アムロさん編。ケイラは第一波の戦法だ。行ってくれ。はい。本格的な戦闘が始まるルナ2からスタートするんだな。もうすでに一個、地球に小惑星を落としてますね。いきなりすぎて思い出せない人もいるかもしれないので、ここまでのあらすじを紹介しておきましょうか。宇宙世紀0093、シャアーズナブルは新生ネオジオン軍を率い、自らが総帥となって地球連邦政府に対して再び戦いを挑んできた。シャアは地球の重力に縛られ、自己中心的な支配を続ける人類を粛清するために、地上に隕石を落下させることで、地球を居住不能な星にするための作戦を展開する。その暴挙を阻止するために、ブライトやアムロが所属する地球連邦軍のロンドベル隊が出撃するも、小惑星フィフスルナの落下を止めることはできなかった。シャアは次の作戦に向け、かつてのネオジオンの本拠地であったアクシズの奪還と、ルナ2に貯蔵された核ミサイルの奪取を目論む。そして見事に核兵器の奪取に成功したあたりの話をここでやるわけです。改めて見ると、とんでもないことしてるよな。行き着くところまで行ってしまった感じがしますね。ケラ、とっておきのサラダ、作っとくからな。愛してるよ。リガジン行きます。なんてか、ケイラさんかっこいい。完璧なフラグを立てて出撃してしまったわけだ。それは言わないで、思い出すだけで1週間は気が滅入るんで。クエスを殺したくなければ大佐と合流するまで離れるんじゃない。はっ、言われなくったってクエスは大佐には渡すもんか。クエス争奪戦が繰り広げられようとしてますね。リネイとシャア、そしてハサウェイか。13歳の少女に群がりすぎだろ。そういえば、ハサウェイが主役の映画が公開されましたよね。機動戦士ガンダム、先行のハサウェイか。今やってるシャアの反乱から12年後を描いてるとか。へえ、詳しいな、もう見たのか。いえ、公式サイトを覗き見しただけです。なんだよ、ただの知ったかかよ。あーっと見てください。世間話をしてたらクエスちゃんが登場してるじゃないですか。お前がアイフィールドバリア展開してるから何も見えないぞ。それは、昔だぞ、クエス。実はこのニューガンダムさん、いまいち強い攻撃が見つからなくて。アクシス、行け。忌まわしい記憶とともに。お前が悩んでる間にアクシスのエンジンに火がついたぞ。ちょっと待ってください。まだ試運転中なんでゆっくりお願いします。ラータイラム、ミサイルだ。
アクシズの核ノズルは破壊してくれ。アムロも待てないってよ。てなわけで、ここからアクシズ落としの攻防戦が始まるんだな。ニュータイプだ、強化人間。艦隊の足を止められなければそう。あ、これまたかっこいいレズンさんではないですか。ガンダムには、かっこいい女性がよく出てくるよな。サイコフレームか？こっち？何なんだ？この力は。私が直撃を受けている？レズン・シュナイダー。ネオジオンのモビルスーツパイロット。ギラ同型隊の隊長として専用のギラ同型を借り、高い技量を示す。強化人間やニュータイプを毛嫌いしており、ユネイやクエスに対しても不信感をあらわにしていた。ロンドベル隊との戦闘においてラーカイラムに肉薄するが、サイコフレームを身につけたチェーンが放った対空機銃の直撃を受けて戦死する。一気で艦隊を潰すコンタか。ガンダムもどきが。ああ、レズンさんの紹介をしてたら、ケイラさんが勢い余って本体に突っ込んでしまいました。フラグ立てるとこうなるってお手本だな。これは、話を進めたくないんですが。丸腰になった。ガンダムもどきを捕獲する。こいつは利用できるんだ。な、何なの？遊んでんじゃないの？それ以上動くな。抵抗すればこのモビルスーツのパイロットを殺すぞ。ケイラ、ガンダムを放棄すればこのパイロットを返してやる。私に構わずに。やめろ、ファンネルを外す。ふざけるな。放熱板が何だってんだ。アムロは殺せ。またアムロ。クエス、抵抗したな、アムロ。このギュネイガスの警告を無視したか。お前の思いとは裏腹に、物語はいよいよ佳境を迎えるぞ。それでは、ケイラさんについてもしっかりと紹介しておきましょう。ケイラ、2。ロンドベル隊に所属するパイロット。ラーカイラムに乗艦しており、メカニックであるアストナージとは恋人同士の関係にあった。ネオジオンとの戦闘において、第一波の戦法としてリガティで出撃する。捨て身の戦法でアクシズに接近するが、ユネイのヤクト動画に捕獲されてしまう。人質として利用されるが、指示とは異なるアムロの行動に激怒したギュネイは、彼女を生身のまま宇宙空間に放り投げた。こんなバカな。撤退する。あ、ケイラ。うわあ。アムロ、ケイラが。アストナージ、来ないでくれ。見ちゃダメだ。ケイラ。アムロ。ファンネルが敏感すぎた。ストレートに防御に働いて、僕のファンネルのコントロールも悪いが、シャアがいるからだ。奴を仕留めなければ、死にきれるもんじゃない。そんな不吉なこと言わないで。覚悟を言ったまでだよ。